どうもジャックバスです、今私は、ニューヨークの、ねシェラトンタイムズスクエアの目の前にいます。でね、今日はねあちらのバス、市内を回ってくれるバスですね。じゃあ私今までね、利用したこと1回もないんですよね。ニューヨーク来られる方で、あちらのねバス等々乗りたい方、まあ、これから乗ってみ、ちょっと興味のある方ねいるかと思いまして、今回ね動画撮影しようかと思っています。でね、ダウンタウン、マンハッタンのダウンタウンを一周するようなルートでだいたい2時間で35ドルっていう価格を今聞きました。でね、まあ実際に乗ってどんなもんかっていうのをねシェアさせていただこうかなと思います。で、今は右手前にいる、赤いキャップを買った、ね、人から、チケットを買うという感じになります。それでは行ってみます。それではね、無事チケットを買うことができました。もちろんね、現金でも、クレジットカードでも、支払いはできます。それではですね、ルートなんですけども、今私がいるのはここで、まあ、ここからこの赤いラインでね一周ぐるっと、回るというツアーです。でね、料金はねこれに書いてあるよりだいぶ安く提供していただけましたね。本来、59ドルっていう風にこのパンフレットに書いてあるんですけども、35ドルでね利用することができました。それではもうちょっと、乗車までね待ちたいと思います。 Thank you. Wait, I have five more people. Downtown. Downtown. I have five people. Okay. Turn over. No funny sticker.それでは乗車いたしました。入るとね、チケットの QR コードをね読まれて、使い捨てのイヤホンが渡されるという感じになっております。これはおそらく英語のオーディオツアーが聞けるんではないでしょうか。それでは出発まで待ちたいと思います。こんな感じです。乗車率としては半分ぐらいですかね。まあ、まだね朝は早いんで、もしかすると朝の方は、ね、人が少なくていいのかもしれません。それでは出発いたしました。ちょっとこれはニューヨークのまたいつも歩いてる景色とはねまた違った景色が楽しめていいかもしれないですね。泊まるスポットがいろいろ分かれているので、どうやらそこで、まあ、またそこでチケットを買った人が乗るみたいな感じになるんだと思います。付属したいただいたねイヤホンをここに挿すと、前で喋ってる方のねアナウンスが聞けます。まあ、もちろんね英語なんで、まあ、私もほとんど分かんないんですけども、まあ、なんとなく聞いてみてはいかがでしょうか。
本当にね、日本でやっぱり考えられないぐらいこのバスの高さ高いんですね。本当に立ち上がったら信号機がぶつかりそうな感じですね。それではニューヨークのねバスツアーの映像を楽しんでください。ちょっとね風も強くなると思うんで、僕が喋ってもね何言ってんだか多分聞こえなくなると思うんで、それでは。
ではね、またここでピックアップの、ね、場所に着いたみたいですね。ですので、どん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 ね、お客さんが増えては減ってを繰り返すみたいな感じみたいですね。
まあ、ちょうどねバッテリーパークに着いたところなんですけども、そこからねさらに行くにはバスを乗り換えなきゃいけないみたいですね。これは予想外でした。